大体の方がこういうふうに下を向いてまとめることが多いです。そうすると、まとめた時に襟足がこのたるんでくる。こういった状態になってきます。こんにちは。渡辺です。池田です。はい、ということで今日は疲れて見えるポニーテールの改善点について紹介していきたいと思います、はい、ね、結構ねポニーテールはねよくやられる方が多いと思うので本当にためになる動画になってるかなと思いますのでぜひ参考にしてみてください。それでは動画スタート。まず疲れて見えるポニーテールの形になります。襟足がたるんでいる、後ろの出すボリュームの位置、顔周りの遅れ毛の場所、この3点がバランスが悪いと疲れて見えるので、これについて解説していきたいと思います。まず、普通にポニーテールされるとき、大体の方がこういうふうに下を向いてまとめることが多いです。そうすると、まとめたときに、大体襟足がこのたるんでくる。こういった状態になってきます。これを次に改善していきます。じゃあ改善したポニーテールの方法をやっていきます。まとめるときに上を向く。ここが少しポイントです。上を向いて髪の毛をまとめて、で、その状態でゴムで結んでいく。そうすると襟足がピシッとしてるのがこれわかりますかね。こんな状態でポニーテールをしていくと形が綺麗になります。次にボリュームの出す位置です。トップの部分を多分ボリューム皆さん出しがちかなと思うんですけど、ここを出してしまうと頭がね細長く見えちゃう可能性があるので、この後ろの平らな部分をボリュームを出していきます。ここを出すことによって形がすごく綺麗に見えて、トップも程よくボリュームが出てくれます。次に顔周りの遅れ毛の位置です。ここのね、隙間が空いてるところ、ここをまず隠すように髪の毛を下ろします。で、次に大体の方がこのもみあげの部分を下ろしがちなんですけど、ここをね、ちょっと下ろすのを失敗すると疲れた印象になってしまうので、もみあげの少し上の位置、この部分を1センチ束を取って下ろす。そうすることによって、このね、耳周りがピシッとタイトに締まって、この顔周りのもみあげの上の一線を下ろすことによって、小顔効果がしっかりと得れます。はい、こんな感じでやってみました。結構ね、バランスが全然違うかなと思います。で、ポイントなんですけど、まず、襟足のたるみ。そこがやっぱりね、たるんでいると、全然ね、バランスがおかしくなってしまうので、なるべく顎を上げて結ぶ。それがポイントになります。で、もう一つが、トップのね、ボリュームの出し方ですね。で、そこのね、一番上を出してしまうと、ちょっとね、アーモンド型。ちょっとね、細長く見えてしまう可能性があるので、なるべくね、後ろの部分を出してあげる。そうすることによってね、後ろの部分出したら、ちょっとだけですけど、トップもボリューム出ますから、形が綺麗に見えるかなと思います。で、最後に、遅れ毛の部分なんですけど、やっぱもみあげやったら、もみあげをこう出す位置がやっぱり結構難しかったりとか、あと癖が結構ついてるので、形がね、皆さんあんまり綺麗に見えなかったりもするので、もみあげの一つちょっと上の部分を1センチ束とかで下ろしてあげるとバランスが綺麗になるかなと思いますので、ぜひね、今日からね、使えるアレンジになってるかなと思いますので、よかったら参考にしてみてください。この動画よかったら、いいねボタンと、あとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう、皆さん。さよなら。さよなら。